ねめのハンナリミヤク TV どうす。今日は大宮に来てます。ディープスポット、ディープの酒場がいっぱいあるところ、そちらに遊びに来ました。そしていい店をまた発見したので、そこに向かいたいと思います。では南の州ついてこい。中心に美味しいお店を紹介しています。食べて飲んですする、チャンネル登録よろしくお願いします。市場大宮から入っていただいて、大宮通り、このね、いい感じのね、街があるんですよ。街、飲み屋街、あの辺もまた行きたいんですけど、またあの辺も行ってきます。私が今日行くところは、もうほんまになんか昔ながらな、こういう感じの、よくないこれ。こちら桐畑さん、こちらにお邪魔したいと思います。ここ長いんですか、お店って。7年8年なんですね。すごいいい感じですよね。安いし、7席のカウンターのお店です。でね、あのマスター一人でやってますので、わさっと来ないでね。事前にちょっと覗いてみて、入れるかなみたいな感じで来てもらえると嬉しいです。では、恒例お馴染みいただきます。すいませんね、一人で喋ってるけど、お孫も行きたいと思います。では皆さん、お疲れ様でした。こういうのは趣味でやられてるの？私、YouTuber なんですよ。そこのたこ焼き屋さん、テラさんは知ってるんですよ、今度行こうと思ってて、で、あずきさんも今度行こうと思ってて、全然行ってないやんっていう感じだけど、あとこの辺だちょこっと、あそこは行きますね。あと泊まり木さんは一回行ったかな、撮ったことないですけど。最初におすすめを聞いたんですけども、めっちゃメニューをさっきバッと載せてあるじゃないですか、見せようか。これこんなして大将一人でアホみたいにカメラに向かって喋るんですよ。ほんまに旗から見たらアホですよね。こんなあるんですけど、何おすすめですかって言ったら、もう分かってるかのように、見てこれ、スパゲッティサラダ、これ200円、これおすすめです。めっちゃ私の一番人気のやつ、これお願いしました。そしてこれ面白い、これ奈良漬けチーズとろろ昆布和え、奈良漬けとチーズととろろ昆布和え、ちょっとなんかもう一個ぐらいなんか言おうかなと思います。人気がすごくいいよ、ほんまに落ち着くし、それも常連さんは来ると思うわ、しょっちゅう。今焼酎の麦焼酎のロックお願いしました。すごい、ここのねメニューね、ほんと面白いよ。なんか普通じゃないの、なんかこんな感じで、さっきの奈良漬けチーズとろろ昆布和えもそれ、今もう一個言おうかなと思って見てるけど、いろんな、なんかね、魚肉ソーセージの天ぷらのチリマヨソースとか、さっきも見てたけど、うん、迷うわ、美味しそうすぎて。でこれ今来ました、焼酎ロックにしましたよ、450円、めっちゃ入れ物かわいいです。これね、ちっちゃく見るけど、まあまあ大きいのよ、このグラス、いただきたいと思います。そしてこれにぴったりのね、もうね、ちょっと私もヒヤーって今言ったけど、感動するよこれ、奈良漬けチーズとろろ昆布和え、めっちゃおしゃれ、これ390円、見てるだけでよだれ出るわ。
っそいただきます。注文してから作ってくださるしば漬けを、しば漬けのスパゲッティサラダ、もうね、奈良漬けとしば漬けと今本当に関西、もう京都って感じをこれ紹介したいと思います。読んだ魚肉、大将と一緒にこれどうなんやろ、あんなんやろって言いながら、おすすめ、おすすめね、結構でなんか毎回変わるんだってメニューが、ちょいちょいと。で、最近ちょこちょこ出るのがミックスナッツもやしカレー炒めだったんだけど、豆あんまり食べないからピーナッツとか、なので違うのにしました。いただきます。あの、さっき見たこれすごくないかい、これ奈良漬けとチーズと、絶対うまいや、絶対酒に合うやつやこれ。奈良漬けだけだったら奈良漬け、まあそのまんまやけど、奈良漬けとチーズが合わさることですっごいなんかね、コクが増す、コクが増す、プラスこのね、この昆布大好きとろろシリーズ、これすっごいね、アクセントになって、もうめっちゃこれで酒が進みます。やっぱロックにしてよかったよ。うん、この焼酎おいしい、おいしいです。しば漬けスパゲッティサラダ200円、安っ。めっちゃおしゃれこれ。こんな大将、生まれて初めて食べるようなもんばっかりですよ、ほんまに。パスタ好きだけど、しば漬けとくっついてるなんか初めてですよね。すごいわ。うん、うん、これはもうめっちゃくちゃ美味しい。うん、すんごい美味しい。これすごいね。びっくりした、めっちゃ美味しい。これしば漬けよ、しば漬けと大葉ね。えもうこの中身の味付けはもう大将のこう味付けだから絶対真似できると思うけど、めっちゃ美味しい。うん、これすごい、これすごい。うん、そりゃこれ大将出るわ、一番人気で。うん、これもずーっとあるやつですか。うん、でも合わせるのはすごいわ。これ美味しいよこれ。うん、大将は YouTube とか見るんですか。全然見ないです。全然見ないですか。チリマヨソース330円、安い、安いのになんか本格的よ、ほんまに。でもいただきます。写真、写真いっぱい来るらしいんですよ。え、インスタ、インスタですね。僕そういうの全く見ないので。そうですよね、大将は全く見ません。 YouTuber は私が初めてです。なんかね、もういきさつがほんまに大将に言ってたんですけど、もうね、あの酒場でちょっと探してて、ほんならわ酒場酒場と思ったら、ちょっと手がピッて当たって、ピッて当たってブンって上がってきたのがそこのお店あって、お、なんかいい感じのお店があると思って来ました。無理無理言って来ました。できたよこれ、美味しそう。美味しいに決まってるわ、こんなん。いただきます。うん、うん、美味しい。
ありがとうございます。めっちゃ美味しいもん。でもほんまにここびっくりするで、この金額でこんな美味しくって。うん、うん、ほんまに美味しい。で私ね、あの鍋も見てたの、990円の鍋バーって一人用の鍋なのに、見てたらめっちゃごっつい。これ見て、これどう見ても3人前ぐらいその感じだけど、この鍋でねやってくれたの990円。これ食べたらお腹いっぱいになって、美味しい美味しい、あてが食べられへんから、お腹すかして食べたらいいと思いますね、大将。はい。桐畑さん、もう私なんかほんまに偶然が偶然を読んでお邪魔させていただきましたけど、すごい神が降りた感じやわ。あれ美味しいな。何食べても、何回も言うけど、あの大将の創作料理が絶妙。何日本行ったらもうこんな金額で食べれへんでって思ったけど、大将はそんなことないよって言うけど、ほんまそのぐらい美味しい。うん、ほんまにほんまにもうめっちゃくちゃ最高のお店に出会いました。私今からぼちぼちちびちびのんびり飲みながら楽しみたいと思います。では皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。みゆみゆはんなりみやこ TV、 チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ではさようなら。